さあさあ皆さんお待たせいたしました。ミロアカリモートライブのお時間がやってまいりました。どうも井上マンでございます。今日もですね、天守閣より、井上城天守閣よりお送りしていますということで、早速、先生を呼んでみましょう。先生先生先生、どうもどうも、どうもよろしくお願いいたします。ボリュームいい感じかと思います。今日もよろしくお願いいたします。お願いいたします。ね、たくさん来ていただいてます。今日もさあ、今日のテーマですが、サムネにもある通り、はい、2007年の J リーグ&この年の王者チーム、鹿島アントラーズ編でございます。いやー、参りましたね。この王者のレシピシリーズということでね、各、はい、なんていうんですか、年代じゃない、優勝チームをね、先生がご紹介してくれちょるよということですけれども、そうです、ついにもう半分以上超えましたからね。はいはい、今まで何やってきましたっけ。ベルディ初年度からね始まりまして、はい、ベルディ、はい、マリノス、鹿島、岩田鹿島みたいな感じでやってきまして、はいはいはい、で最近はね、マリノスガンバ浦和と来て、そうなんですよ、この鹿島、はい、でちなみに言うと0809鹿島なので、はいはいはい、続きますね。今日はじゃあ3年分見せてくれるってことなんですか。そんなことはございません。07、2007限定なので、はい、2007年の鹿島アントラーズと J リーグをね、この1年に限ったデータをやってくれる。もちろんです。さすがですね。これ前いつも言うですけども、データで振り返るとまたね、新たな結果を知ってるからこそ楽しめるところもあるということですね、うん、勉強になる。そうですね、はい、よろしくお願いいたしますね。よろしくお願いします、はい、皆さんも、うん、よろしくです。じゃあもう、はい、いっちゃいましょうか。通り、ね、はい、はい、早速いきましょう。よろしくお願いします。ドン、こちらでございます。出ました、はい、この表でございますけれども、こちらが、はい、2007年の J リーグの左側がね、うん、ベストイレブンという形になっております。はいはい、ちょっと私どきますね、ごめんなさいね。はいはいはい、はい、ベストイレブンはまた後ほどねお伝えさせていただきますが、はい、はい、まあこの年鹿島アントラーズの優勝もさることながら、もう一つね、はいはい、本当に嬉しいことがありましたね、うん、前年2006年 J リーグで優勝した、うん、まあ、天皇杯も勝ちましたけど、はい、浦和レッズがアジアチャンピオンズリーグ、うん、まあ、ACL ですね、あ、そうですよね、に出場しまして、はいはいはい、なんと、アジア史上初の無敗優勝を達成と。そうでしたか、はい、そうでした、そうでした、そうなんです、はい、その年だ。で、はい、まあ、実はそしてリーグ戦でも、うん、まあ、下の順位表を見ればなんとなくわかるかもしれませんが、はいはい、33節終了時点の、うん、リーグ1位クラブは浦和レッズだったんですよね。はいはい、あ、そうだったんです。そうだから、もう両立してるなんてもんじゃなくて、浦和の時代だったわけだね、はい、そうなんですね、うん、で、だからこその、ここね、MVP も浦和レッズのポンテさんが受賞してたりだとかってこともあったりするわけでございます、はい、ポンテですね、はいはい。そしてあと、なんかよく結局調べてみたら、うん、昨年の川崎フロンターレって、2006年かの川崎フロンターレって、実は J リーグ史上一番点取ってるクラブだったんですね、J1 史上。ああ、すごかったですもんね、攻撃力ね。で、まあ、そのままの流れは変わらずで、得点をまた今度は12位女さんが22得点で取ったと。はい、うん、なるほどね。で、新人王は、はい、そうなんですよ。で、新人王にはこの年 J2 から上がってきた横浜FCの、うん、その当時横浜FCの、菅野さんが獲得したっていうのが、ありましたね。鈴木さんなんですね、キーパーはベストイレブン。そうですね、うん、ベストイレブンがゴールキーパー鈴木さん、センターバックに、はい、イバーマサ、トゥーリオ、山口、はあ、まあ、これはだから、上位3クラブからそのままポンポンポンときた感じですよね。これ先生、あれアワードで選ばれたベストイレブンなんですか、それとも先生がデータで選出したベストイレブン。あ、もうアワードのベストイレブンです。はい、ああ、はいはいはい、当時はデータというものが存在してない、少なくとも一般には開示されてないので、取得もしてないは、あんまり取得もされてなかったと思われるんですが、なるほどね、はあ、はあ、はい、なのでデータは2012年以降しかないんですよ、早くても。そういうもんなんですね。そうだから、まだ実はだから将来のこう J リーグとかって考えていくと、うん、2011までは実は黎明期扱いになるかもしれませんね。そこでこうグッとまた考え方変わるわけですね。
そうですなるね。ほど、今面だって、白い。その2012と2020だってもう違いますもん。もう、別世界。だって、感覚で言ったらもう、弥生時代と鎌倉時代ぐらい変わるんですよ。はあ、まあ、データマンだしね、先生からしたら、本当そういうことか。そうですね。そうそうへえ、そうなるほそう。どですね。っていう感じなんでございます。で、あと、そのまま続ければ、ボランチには、浦和に移籍してきた阿部選手と鈴木啓太選手が入りまして、あとは遠藤選手、中村選手、ポンテ選手、で、バレー選手、ジュニーノ選手という感じになりましたと。で、ここでもうお伝えしたいと思うんですが、もうやっぱこの年といえばもうここを話さなきゃいけない。何でしょ J1 う。最終節ですね。最終節。はあ、はい。ドラマチックだっ実た年は、なんですか？また？そうだったっけ？J1 の最終節が始まる前、すなわち33節が終了した時点。で、首位に立っていたのは、先ほどお伝えした通り、浦和レッズでした。そこのね、順位表見ていただいても分かると思うんですけど、浦和、本当にもう負けもないシーズンだったので、負けもない。で、そうだって、この33節終わった段階で、20勝10分け3敗と。3敗って。だったんですよね。で、浦和が勝ち点70で、2位の鹿島アントラーズが勝ち点69ということで、それでいて対戦することになったのが、2位の鹿島アントラーズが、最終順位でも分かると思いますが、上位にいた清水エスパルスとの対戦することになり、浦和レッズはもうその当時、もう降格も決まってしまっていた、昇格組 F 横浜 FC との最終戦を迎えることになりました。それだー。そうだ、昨日もちょっとね、教で、えてもらっそう、た。触れ思ましいた出けしど。た。その年だ。で、そうなんですよ。で、実は、で、さらに、得失点差的にも浦和の方が7点上だったこともあって、もう実質、浦和がなんやかんやあって引き分け以下になり、鹿島が勝ってる場合のみが鹿島の優勝の条件で、浦浦和和はは、それ以外の、そうだよね。最下位のそう、横浜 FC を倒せば、当然優勝と。優勝。だったわだけからだ浦和がね。ひ、はい、浦和が引き分けまたは負けの場合、で、鹿島が勝った場合はっていうことだったんですそっよか、ね。そっか、そっか。そこでってことだね。まさかの横浜 FC ね。で、クッツーさんもね、つぶやいてくれてますけども。ただ、悔しかっただろうもう、な。まさかというよりかは、もうある意味では逆に緊張ですよね。だって、そうだよね。そっか。優勝もあるし、あと勝って当た ACL やりら前何みやたいら、な。そうか。ACL やら何やらでもう心と体の精神的なバランスも、もう疲労ガタガタ来てる中そっで、か。しんどかったんだ。で、燃え尽そきこ症の、候いわゆる浦和を倒す、引き金になったのが三浦知良なんですよね。そうだった気がする。はあはあはあ。三カ浦ズ知さ良選手のスルーパスから最後はねじめちの選手が決めて横浜 FC が先制点。それが前半17分だったんですよ。で、それでゴールっていうふうになって、もう横浜 FC 側がもう相当な盛り上がり見せているところで、同時刻キックオフだったところに、ある意味ではその横浜 FC 側の、キャーっていう歓声か、浦和側の悲鳴か、それがある意味では鹿島まで届くんです。もう鹿島側からみんなね、今コメント欄はすごい盛り上がってますね。その日の鹿島側の景色を今つぶやいてくれてますね。前半20分、だから横浜 FC が得点してから3分後、マルキーニョス、鹿島アントラーズのマルキーニョスが倒されて鹿島に PK が入るんですよ。で、これをこの年途中で海外移籍から戻ってきた小笠原満男が決めるんです。イタリアからね。だから、ほぼ同時刻、前半20分の同時刻でいきなり順位がガラッと入れ替わるんですね。鹿島が首位に立ち、前半20分で浦和が2位。で、後半に入って元山正志、そしてマルキーニョスが今度はゴールをポンポンと決めて、もう3-0、もう鹿島ここはもう優位はもう揺るぎないっす。だから、あとは
裏ワガートはどうなるかなんですよね。はい、そのただその中で勝った上での他力って苦しい戦いだもんね、はい、そうなんですよ、うん、勝ち前提他力よく勝ちました。そうだから、うん、鹿島がもう勝利決定的だから 3-0 なんで後半入って、うん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 、だからもう優勝するためにはもう浦和をもう引き分けじゃダメなんですよ。もう勝たなきゃいけなくなっちゃった。そうね、うん、だったんだけどこの年の新人王菅野貴則のビッグセーブもありほうなかなかゴールが割れず、それもあって新人王になってる、うん、かな。で鹿島はだからそのまま 3-0 で勝ち、うん、浦和は残念ながらそのまま 0-1 で終わってしまって鹿島の大逆転優勝。いやはい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 、なるほどね。ちなみにこれが、うん、ちょうどこれが通算10冠目のタイトルだったんです。ああ10冠、そっか。そしてた、そしてもう一つ、うん、転がり込んできた。この年鹿島アントラーズ、うん、うまくいってなかったんです。ああそう、特に途中で小笠原光雄選手が戻ってくるんですけど、うん、海外イタリアから、はい、それまでがなかなかうまくいってなくて戻ってきてから徐々に上向いてきたんですよ。そうだったか。だからこの年鹿島アントラーズが初めて首位に立ったのは最後の最後。あーすげえ。じゃあ10冠はそんなに近い意識はしてなかったのかもしれないね。そうだからもうギリギリよじ登ってよじ登って最後一つつつかめるかどうか掴んだ優勝。そうなったんですか。これ語り継がれてますね。唐揚げちゃんが書いてくれてるの、これ先生ね。はい、高い城の結果を見ないでとスタジアムでは放送が入っていた。はあ、ビジョンに持ち去ってサポーターも見なかったと。そして田中圭さん終わり、携帯とかもそんなにあれでしょ、今ほどない頃でしょう。ね、まあまあスマホが出てきたぐらいかな、ちょうど2007年。そうですか。うん、はい、そう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 、すごいね、すごいすごい。はあ、小笠原が帰国後9連勝したんですね。そうなんですね、チームが変わったんですよね。伝説の2007年だ。でこっから3連覇っていうのがまたすごいですよね。ここの1勝もし取れてなかったり浦和の結果がまた違ったら、その後の3連覇7、8、9の3連覇はあったのかっていう話もちょっと面白いですよね。結構面白いと思いますね、ここら辺は。ただ一つあったのは、うん、この年いろんな大変革もあっちゃったんですよね。実は鹿島ですか。うん、J リーグ全体で。ほうほうほう、はい、まあ前年から、正確に言うと前年から起こってはいたんですが、ロンドン2006年、うん、前年ね、うん、ジーコジャパンの、はい、まあ、長い旅路が終わりました。はいはいはい。あれ、ジーコの後ってマーさん誰でしたっけ。ジーコの後は、ジーコの後はザックオシムだった。あ、オシム。もう分かんなくなっちゃった、おじさん。オシム、そうですね。そうでした。千葉を率いていたオシム。そう。はい。千葉で、だから、タイトル取ってね、日本代表にどうだっつって。ええ。あ、先生、オシムって言っちゃったね、はい、僕。いや、いいんだよ、ここは。あ、ここはいいんだから。そうか、ここはいいのか。マルシー、川淵三郎さんです。はい。でも、ただ、はい、ええ。ルヴァンナビスコとかで優勝していたジェフ、はい、いわゆるもう一気に上がり基調だったジェフから監督を JFA が引き抜いちゃった。ああでもそうそう、そんなことしていいのって思ったけどね、当時も俺ね。ってなると、うん、まず問題としては、まあ、もし例えばお金とかがね入ってたとかっていうんであれば全然問題ないんですけど、はいはい、千葉にね、単純に そう、うん、そんなこと一旦置いといて、千葉が連れてきたわけだからね、日本に。そうそう、うん、選手たちからしたら、うん、え監督変わんのこれでみたいな感じになるじゃないですか、千葉の選手からしたでしょ。そう、うんうん、だから、うん、前年まで絶好調だった千葉がこの年一気に13位まで落ちるんですよ。うん、うわー、そう、2007年になって。なるほどね、そうそうそう、千葉の時代はこれから続くのかなみたいな感じもあったもんね。そうなんですよ、うんうんうん、確かに。でそれがまず発生してしまったっていうこととか、うん、はい、確かにそうだよ。あともう一個ちょっとかわいそうだったチーム、あ、うんうん、バンフォーレ甲府です。バンフォーレもかわいそうだった。はい、なんでだろう。先日やりましたけど、
入れ替え戦で6点取って、ね、昇格してきたこのバンフォーレ甲府です。特にバレーさん、はいはい、バレーさん、はい、バレーさんが、はい、バレーさんこの年ガンバ移籍しちゃったんですよね。ああそうか。だからエースフォワードを欠いた状態からリーグ戦が始まるという、甲府さんちょっとそれはさすがにと厳しいね。そうっていうところでちょっとね戦力がちょっとアンバランスになりつつあったんですよ、この年って。だからってので結構鹿島、浦和、ガンバ、まあ、清水もそうだし川崎、マリノス、そのあたり結構ちょっと集中してたっていうのが、うん、パーッとこう見るとあって、いわゆる上と下が結構離れていくんです。だから上位の5チームが、得失点差的にも得点プラス2桁ってなってるんですけど。確かにね。で下の方がまあマイナス結構なところになってるんで、まあ、結構分かれてったと。まあただそんな中、はいはいはい、うん、浦和とか川崎は ACL にがあったにもかかわらず結局この順位になってるんで、やっぱすげえなってのは変わらないですけど、はい、うん、っていうこともまああったシーズンでしたね。ちょっと今につながるものもいろいろ始まりだした頃と言ってもいいですね。ここまで来るとやっぱりね。そうですね、13年前ですか。はい、ね、ということで、じゃあ続いて、はい、今度は鹿島のスタメンも見てみましょう。はい、お待ちください。2枚目です。こちらですよ、ドスン。はい、これですね。はい、はいはい。まあなんかすごい強かったとか、もうなんか今っぽいですね、だんだんね。うん、今っぽい。はい。まあ何よりも、うん、今感を感じるのはこの人でしょう。うん。内田篤人。ああ、もういるんだね、この時ね。内田篤人というこれ、そらいるか。やっぱこう僕がちょうどこれ大学入った年とかでもあって、かなり J リーグとかにも近づく近くだったりもしたんですけど、内田選手なんか僕どう本当に同じ世代だったりするので、うわーすげースターダム登ってってるってのはすごい見て取れてたんですよ。ああそっか、登る前から知ってたわけだね先生はね。そう、当時からそれ注目してた。そうなんですよ。で内田選手はだから2006年に鹿島アントラーズに、加入することになるんですが、高卒新人として、はい、そしてこのその高卒新人でこの鹿島アントラーズで開幕戦デビューするんですよ、うん、それあんまりないことでしょ。それはありえないレベルのことが起こったわけですよね、うん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 、はいはいはい、それはすごいわ。で結局、うん、内田さんはだから28試合出るんですよ、34試合中06。高卒1年目です。すごいことだねそれは。であと当時ってJ リーガーのオールスターあったじゃないですか。ありました、ジョモカップみたいなね。うん、はい。でオールスターじゃないオールスターの、うんうん、ディフェンダー部門、うん、で最多得票数もらってるんですよ内田選手。ああ、それはやっぱりルックスもいいし人気もあったってこと。はい、まあでもありますけど、うん、高卒ルーキーだからたった半年で全国のサッカーファンを虜にしたんですよ、ね、いやー本当だね、そんなだったんだ、うん、そっか、ちょっと当時あんまり俺見てなかったかもしんない。そうで、そう一気にスターダム登ってきて07になっても不動の地位、もう背番号2かな、うん、をもらう引き継い で、 でそっからこの、うん、そうで07、08、09っていう3連覇に貢献して、2010年の夏南アフリカが終わった後シャルケに飛び立つんですよ。あーそうですか。そんなことをやってのけたのが、まあ、内田篤となる選手ですね。ちょうど奈良橋さんとアウトリオが見出しで急遽世代交代だったようなという意見も、はい、そうなんですよね。だからもうこの年はまあ、次のシートとかでも分かるんですけど、右サイドバック、うん、専用という選手はほぼ内田選手だけなんですよね、うん、あそうか、なるほどね。そうなるんです、うん、はい、でその成長期によりこう鹿島のイレギュラーというところに抜擢というかハマって、そこでぐっと伸びたのが後の活躍にもつながっていったということなんかもしれないですね。そうなんですよね、ただね、あとね、これもう一つだけこれ、せっかくお仲間というかあれなんでお伝えさせていただきたいんですけど、当時ね04か05ぐらいだったんですけど、名前さんナイスパーです、ありがとう、ありがとうございます。サッカーダイジェストだったと思うんですが、はい、2010南アフリカかなんかの、うん、もうだから06じゃなくてその先のメンバー予想みたいな、見る赤みたいなことしてたんですよ。はい、
ただそこにこういろんな、そうそうたらやっぱりいろんな選手名を連ねてる中、一人だけ内田篤人、清水東って書いてあるんですよ。もうそんな感じだったんだ。だそうだったんですよね。だその時からだから分かる人からすればあいつは絶対ってレベルだったっていうのが、でした。なんでかこうコ見ンてバートなも、んですよね、内田ってね。フォワードかなんかだっもたんとですもかとはね。ね、高校時代にコンバーそう。トされて、それで一躍全国的にね、出てきたみたいな話もなんか自分でしてましたけどね。そうですね、長友選手とかもともとボランチとかやってたりだとかからサイドバック来たりだとかもしてたりするんで、この時期ってやっぱそれまでサイドバックってもちろんね、たくさんやりたいこといろいろあったけど、一気にあの世界レベルまで押し上げたのがこの内田とか長友だったりするんですよね。そういうサイドバックが急に現れたっていうのは結構時代が変わった感じはすごくありましたよね、当象時的はですかね。ね。あとはもうボランチ、中郷さん、まあ、ここら辺はだから小笠原さんが途中戻りとかってのがあったりするんですけ中ど、根さん、まあ、青木内田、さ洗い場のサイドん。バックに、そしてあとはあのセンターバックの2枚岩ですいね。や、2枚岩ですね、確かに。1枚岩の方がやっぱなんか強固な感じしますけどね。2あ、枚、当時呼ばれたらしいんですよ、ああ、なる2ほど枚ね。岩って。ああ、なるほどね。で、守備型の青木さんと攻撃型の青中木郷ささんで、ん。もう2列目はファンタジックに、でも前は地上と空中でそれぞれ点決められるような、選手でっていうのが、もうバランスいいチームとして鹿島アントラーズがいましたね。で、あとこの青木年、ナさんビはスコ取っね、たのが今、ガンバ。あれですよ、ごめんなさい。青木さんは今、橋までね、靴のソールを入れる、ね、インソールの、お店やってます。そやっこてますから、もんね。南葛に車で通って、今も変わらぬ運動量を見せてます。いやー、素晴らね、しい。鹿島から葛飾まで通ってますからね。ええ、すごい、いい人、いい人。で、ナビスコをガンバが制して、天皇杯を鹿島が制して、で、この年の J1 のタイム出場としては、川島永嗣選手で、菅野選手、新潟の北野選手に、清水の高木和光選手、そして遠藤選手という形でございました。で、あとはこの年もう一個ちょっと残念というか、あらっていうことを起こってしまったのが、サンフレッチェ広島の降格ですね。ああ、そうか。ありました。まあ、京都がまた豊選手のゴール2点取って、で、平重選手が1点取るものの、で、あと第2戦ではただスコアレスドローだったので、まあ、2対1で京都が昇格、広島が降格ということになってしまいました。佐藤寿人はでただもそ移籍したかったんだよね。ここはまだかな？で、この時、ただこれで負けたことによって、なんですよ。柏木陽介とか、青山敏弘とか、森脇亮太、槙野智章とか、その後、そういう選手たちが、08で出てくることになるんですね、翌年 J2 で。で、その選手たちと、そこからまた代替わって、遺伝子をこう、紡いだ選手たちによって、2012年の優勝っていうところにつながってくるんですね。代替わりを促したわけですか。そうですね、うまくいったっていうタイなミるングでほしどたね。ね。つながってるということね。でした。ねえ。ということで、じゃあ続いて、この鹿島アントラーズのそれぞれの出場時間も見てみます。どうぞ、3こち枚目らのでシーごトでござざいいまます。なるほど。す。まあ、こう見てみると、もう分かりやすいのが、まあ、キーパーはね、ほぼほぼ曽我畑さんだし、まあ、センターバックも基本、岩政さんで、あとは大岩さんと青木さんが、まあ、ポンポンとこう出てるような形でというか。で、あとはサイドバックはもう洗い場、内田という2人がまあメインで、あとは両方を兼ね備えてた石上選手がサブでいてくれて。で、中盤も基本はもう中郷、青木だったけど、あとは元山、野沢だったけど、あとはダニーロとか、小笠原光雄が帰ってくることによって、プラスアルファをもたらしてくれて。で、フォワードはもうマルキーニョスと田代っていたけど、そこに今度は、興梠慎三っていうのがまたね、出てきつつあったんです21よ歳。ね。出てきそうだでしすてたね。頃なんですね。で、彼らが台頭してきたからこそ、柳沢敦は翌年京都に移籍するんです。京都に来ました。そうか。なるほどね。そうですね。かつての鹿島の大エースがチームを離れることになるんです。
なんか一回ね、サンプドリア行ってましたけど。この時30歳ですか。そうなんですよね。その後京都に行って、あとは仙台に行って、今引退という形ですね。なるほどね。柳沢さんはね。はあ、はあははあ。そっか、はい。そうだったんですよ。なんかでもこの時の年齢を見てどう、ね、なっていったか、このあとはね、3連覇、そして彼らの歴史がっていうのになると面白いですね、また年齢と見ていくのが。そうですね、ジダースと19歳、なんであの次にまたあの4枚目 の、 あの台所事情 の、 シ、 リあのシートありますけど、はい、あの今日はねこの07をみんなでこうじっくり見ていこうって形にしたいと思うんですが、明日やる08に関して言えば、はい、あのまあ、今までの優勝とどういわゆる年齢分布が変わってきたのか、まあ、マリノスの方でもやりましたけど、そういう年齢分布の差みたいなこともちょっと比較論でちょっとやってみたいなと思っています。なるほどなるほど、そっか、はい、そして、はい、で09のいわゆる3連覇したタイミングだったら、07、08、09ってチームがどんな風に変わってきたのかなっていうところも、はい、やってみたいなと。3連覇のレシピがあるわけですね。そうですね、なるほどね。そこも、はい、一緒にみんなでこう共有してこう見てみたいなと。これはおそらくですけど、興梠さんとかの出番がパーセンテージが増えていくわけでしょ。まあ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 、違う、そうでしょ、そういうことだよね。そうですよね、あと今度そのうち大迫勇也なる選手とかも後に現れますからね、今度ね。なるほどな、内田篤人が今もあんなに堂々として、早くからあんな堂々としてたのは、19歳から 90% の貢献度で優勝してて、しかもその後3連覇してるわけでしょ、そら堂々としますよね。そら、格が違いますよね。久保建英みたいなもんだよ、この時代からしたら。いや、そうですね。ね。J リーグでもうやることはもうなかったよ。いやー、なるほどね。だからあんな感じなのか。はあ、はあはあ。ある意味06なり物入りでやってきて、もうファン投票は01年目の段階でもうスターダムまで上がってって。で、顔ジャニーズだしね。そうで、ね、人気だけじゃない、人気、それがフロックじゃないってことを証明する07、08、09の3連敗の貢献並びに、はい、プラスもうその頃からはあの北京オリンピックの代表候補メンバーに、代表メンバーにも入りつつ、もうあの A の代表まで行っちゃってたから。そうですか。もう J リーグとか国内でもやることはなくて、でもだからそこにしっかり目をつけたのがドイツのだからシャルケだったわけですよね。すごいよね。でもシャルケだもんね、しっかり出てましたし。だって一発でどっかに、一発どっか行ってからの移籍のシャルケじゃなくて、一発目がシャルケですからね。でチャンピオンズリーグもベスト8か4ぐらいまで来ましたよね、一回ね。そうなんですよね。レギュラーですよね、しかもね。はあ。一番すごいかもね、実は。ちょっと別次元ですね。だからこれから、だから彼のキャリアを確実にこう上回ってる人っていうのもちょっと難しいぐらいですし。そうだね。まあもちろんね、本田長友あたりは確かに上、あと岡崎香川上かもしんないけど、ただストレートインやっぱ行ってるってだけでも違うし、はい、だからもしかしたら久保建英がそれはまあ上回るとは思うけど、はいはい、でもソロクラスだってことはまあ間違いないわけですよね。もうにゃかちょのりさんがもうね、鹿島の話で興奮しすぎてもう書ききれないから、もうスパチャで勘弁してくれって感じで。ナイスパーです。ナイスパーです、ありがとうございます。書きたいことがありすぎて自分を抑えるように410円送ってくれました、ありがとうございます。かわいいな。そのぐらい興奮されて、やっぱね、鹿島のサポーターの方はね、今日はすごいコメント欄がこう早いですね。にゃかさん会をやりたいですね、僕は。もうなんならにゃかさん会をね、にゃかとにょり会をやりたいです。ああ、僕は。そうですか、にゃかとにょりスペシャルを。なるほど、かわいいな。いいですね。あとはちょっとこれまた最後のシート行く前にちょっともう一個、はい、僕は伝えたいなってことがあって、はいはいはい、うん、ちょっとね、まあ明日明後日はその違うシートがあっちゃうから、うん、やるならもう僕ここで言うしかないなって思ったんですよ。何をですか。実はこの正確に言うとまあ2年後なんですけど、うん、2年後、はいはい、事件が起きます、 J リーグに。んー、みんなあんまり知らないやつ。ほう。っていうか、そのまずその制度が
まあ、制度系の話なんですけど、その制度が変わったことによって、うん、J リーグのいわゆる幕開けがちゃんとした幕開けが発生したって思ってほしい。2009年くらいですか。うん、なんか僕ね、何回か J リーグって開幕したっていう感覚があるんですよ、こうやってやってくると。はあ、1回はやっぱり93年の開幕ですよ。うんうん、その最初のね。はい、で2回目は、うん、フランスワールドカップの時とかじゃなくて、うん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 、ワンステージ制になったこと。ああ、ほうほう、うん、だなってのがあって、やっぱり大きく変わりました。それで変わりました。うん、で3つ目が今から話すことで、4つ目がダゾーンなんですよ。あ、なるほどなるほど。ええー、なんだろう、3つ目って。これね、はあ、ちょっとだけ難しいんですが、できるだけ簡単に喋れるようにしておきます。頑張ります今。あのですね、はい、日本って、うん、というか J リーグって、うん、独自色やりすぎたんですよね、最初から。まあ V ゴールもそうか、そう、日程も過密だったし、うん、サッカーという種目を日本にアジャストフィットしてオリジナルっぽくしようとしたっていうのはありますよね。うんうん、ただ、うん、それ以上になんかここまで特に03、4、5、6、7とかの選手たち見てくると、うん、あれ、なんでこの選手って今思えば海外移籍してないんだろうって思うような選手って結構ゴロゴロいるんですよね。はあ、はあ、オファーとかもいろいろできあったはずなのにというか、うんうん、あ、そうですか。はい、ただね、当時でめんどくさかったんです、 J リーグ。実は移籍のルールが変わったってこと、先生。大正解です。当時ですね、 J リーグって簡単に移籍できなかったんですよ。うん、それは結局日本だけのルールですか、はい、ボスマン判決とかそういうことではなく、はい、日本だけで作、うん、日本だけで J リーグが作ったルールではあったんですけど、それを FIFA から勧告されて、 FIFA 側がルール変えろと、うん、もしくはこの FIFA 用のその移籍のルールあるから、それに乗っ取ってくれっていうふうに変わったのが09だったんですよ。はあ、なるほどね。うん、要はですね、30歳未満の選手に関して言えば、うん、まあ、特に国内籍がそうなんですけど、年齢とあとは所属クラブとのカテゴリーに応じて移籍係数ってものがあったんですよ。あ、今聞かない言葉ですけど、当時ありましたね、確かに。そう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 。何なんですか、移籍係数って。うん、細かい、そのごめんなさい、表組がどうなってるかは分かんないですけど、うんうんうん、なんかそういうなんか、そう、選手のいわゆるなんかあるんですよ、日本って実は給料の独自の計算式ですよね、給料とか移籍に関する日本独自の、はいはいはい、そういうのがあったんですよ。それは何のためにあったんですか、選手をリーグを守るため、スターが流出しないためとか、とかだと思って、そういうローカルルールなんで、うん、ご存知の方教えてください、おじさん教えてください、僕ぐらいのおじさんを知ってるでしょう。うん、で当時一つあったのが、うんうん、30ヶ月ルールってのがあったんですよ。うん、で例えばね、うん、2020年の、まあ 今例えばで言うけど、2020年の4月30日で契約切れますっていう選手がいたとするじゃないですか、うんうん、はい、ってなると5月1日の時点では、例えばそこのチームとのいわゆる雇用関係みたいな発生してない状態になるでしょ、うん、本当であれば、はい、はいはい、なんだけど契約満了してから30ヶ月間に関しては、うん、その元のチーム、元在籍したチームに移籍金を払わなきゃいけないっていう、よくわかんないルールがあったんですよ。うーん、ほうほうほう、なるほど。そう、移籍金の高騰防止であり弱小チーム保護だったんじゃないかと。ああ、可能性はあるでしょうね。へえ、そうなんだ。まだ僕ちょっとピンときてないけど、はい、そういうことなんですね。バカだから、ごめんなさい、俺そういうのバカなんですよ、わかんない育て損を防ぎたかったんでしょうね。まあ、なるほどね。まあ、要はそれでも、ただ移籍って結構まあ国際的にも活発化されてる中で、うん、確かに野球っぽいって言ってる人いますけど、なんかそう、うん、そんな感じしますね。だ、結局例えばちょっと違うけど、今でもこう残ってるのが、芸能界っていうかアイドルとかで多いんですけど、うん、1年休まなきゃいけないみたいな、移籍したら。そう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 、ビッグクラブを作らせないためじゃないの。そうか、今はビッグクラブ逆に作ってほしいってなってるけど、この時はちょっとリーグ全体をいい格闘団体にしようと、均衡の取れたドラフトがない分、うん、そうなんですよ、っていうのが働いてたっていうのかもしれないってことですかね、うん、うん、おそらくね。なるほど。
で、はい結はい局はは2009年ぐらいにい。うん。そのルールが全部撤廃されて、その FIFA の今の現行のルールに落とし込められることになったんですけど、結局いわゆる J の全クラブ、いわゆるローカルルールでずっとやり続けたから、その国際標準が分からなかったんですよ。だから例えばよもうわけわかんないのが、香川真司ってドルトムントに0円で移籍してるんですよ。なんか言いますよね。あ、その頃そもあったんですか、そのルールは。う。あ、そのルールが撤廃されああ、て、撤だ廃されから、て。撤廃されて、移籍金とかっていうことをどうすればいいんだろうっていろいろごたごたしてああ、るなとるきほどに、ね。まだよく分かってない頃に、ドルトムントが、じゃあ、ドルトムント的には安く買えてよかったねっていうことか。だすっけげえど、安いですね。セレッソにはお金入ってないってことだ。そう。わあ。あ、でも香川にとってはよかったのかな。まあね、まあ多少なりとも何かはあったと思いますけど、でも結局同じような形で香川、家長、細貝、牧野、安田、阿部勇樹とかっていう選手たちがみんなゼロでいっちゃったんで。それで、はただそ、国際ルールだに基づくといえ、そこはちゃんとやったらお金は入ったはずだったってことでしょ？そうですね。なるほど。でね、その中で、ああ、これ間違いないなって思うのは、鹿島アントラーズだけは、その中で旗色が違かったんです。全チームの中で。その直前、もうそんなことがこう、いわゆる J リーグ界にバーって起こるちょっと前に、2005年、中田浩二がマルセイユに移籍したんですけど、その時、いわゆる他のチームよりも早く0円移籍で中田浩二を売り飛ばしてしまったっていうのを経験しちゃったんですよ。鹿島が。そう。だけど、だそれ一瞬そのピンポイントで見たら、えって思う事実だけど、他のチームはその5年後、6年後とかにそのえを経験することになると。だ鹿島はその問題を先に経験しちゃった分、対応の仕方だとか、国際的なその移籍がどうなってるのかってことを先にノウハウを手に入れることができたんです。で、これってのは結局今にもつながってきてて、世界のその移籍のルールとか代理人とか各チーム、いわゆるどこのチームが今どういう状況なのかっていうネットワークを独自で結構いろいろルートを仕入れることになるんですよ、鹿島。で、それに伴って、だから今につながってから、去年とかのね、安倍のバイエルじゃない、バルセロナ移籍とか、安西のポルティモネンセ移籍とか、結構いろんなタイミングでバーっと人いっぱいいなくなるじゃないですか。確かにそうですね、一気になくなりました。そう。で、しかもこれって他のチーム、まあ、ガンバはこの間あったけど、ないじゃないですか、2人以上の人間が、まあそう国で内どすよころね。か、海外に移籍していくなんて、今までの日本じゃ経験してなかったことを、鹿島はいち早く経験してるわけですよ。でもこれは日本人のこのレベルアップもとか、あと国際のその国際的なその移籍市場、移籍マーケットの中に日本があるよって、今もうそういう状態になってるのを鹿島もいち早くピックアップして、もうそこでも対応できるようにしてあったんですよ。だだかからら、し誰っかかいりなくなっておも、金もそう。入ってきてるってことなんだよね、柏は。だし、そう。で、次も、だから誰かをこう育てなきゃいけないかなって、もうルーティンワークもしっかりできるようになってると。多分これから他の J クラブはそれを経験していくことになるんですよ。やっぱりまあ、一つ先にいるんだね、鹿島っていうのはきっと。そうですね。で、マリノスとただ神戸に関しては、ちょっと海外資本じゃないけど、そのルートをごっそり手に入れてる状態になるじゃないですか。シティフットボールまあグそうルーでプすとね、か、もうそこはそうですね。まあ、三木谷さんとか楽天っていうところがあるので、マリノス神戸と、だから、まあ、鹿島は基本的に強豪でいながらにして、マリノスと神戸っていうところが今、その世界に最も近いところにいるから、この3チームが強いままでいるっていうのはしばらく続くだろうなっていうのは間違いないんですなよ。るほどね。今はそれで特にね、やっぱりビッグクラブが出てきた方がいいっていうフェーズって言いますもんね。今はああ、今ねー。というか、ここ何年かっていうのは、逆に言えば、ビッグクラブが出てくるような施策にしてたわけですよね。本当だったらトスとかもその予定だったんですよね。だし、リーグ的にも、その賞金配分であったりとかっていうのも、止むところがより止めるようなっていうところは意識してますよね。ダゾーマネーそうのです配分とかっていうのもね。ね。確かに。というもところでした。う、みんなお客さんが平均的に入るようになってきてるから、あとはリーグの勢力図、面白くするですビッグね。クラブが。っていうことだよね。ですね。前、昔はあれだもんね。スタジアムも全部埋まってないのに、
すげえ差がついちゃうと人気なくなっちゃうチームが出てくるんじゃないかっていうのもあったからっていうことよね。まず J リーグを国民的なものにしなきゃいけなかったというフェーズの時はそういうルールもあったっていうことか。そうですね。なるほど。はい、面白い。では続いて、はい、今日の最後のシートですね、はい、台所事情のシートお願いします。出ました、ドスン、こちらでございますよ。はい、まあもうこう見ると分かりやすいのがやっぱり79年世代の充実度合いでしょうね。いやそうですね、わー横一線。はい、はい、まあもう曽我畑、洗い場、本山という3人についていって、で小笠原選手にその黄色いフレームついてないですけど、いわゆる海外から戻ってきて、うん、帰ってきたからってことね。そうそう、だけど、はいはい、はい、いわゆる主力、もう主力格で変わらないので、うん、であとダニーロ選手も含めてこの5人はもうほぼ黄色だと思っていただいていいんですよ、うんうんうん、なるほどなるほど。うん、で、うんうんうん、プラスあの、まあ、助っ人枠のマルキーニョスと、うん、もうチームリーダーの大岩がいて、もうここがもう盤石ですよね。というか、何回もずっとこう鹿島編では言い続けてきたけど、うん、やっぱりこの79年世代を筆頭に、ここがだからもうアラサーぐらいになるときは、もう一つの鹿島としてのもう一番の円熟期になるはずだからっていうのでやってきて、それが現になったという。円熟なんてもんじゃございませんな、先生、これな。ね、ここから3年間ですから ね、ぴったりですよね、28、29、30のところ、うん、本当だ。であとその下のね、ちょうどだからもう次の働き盛り世代で、うん、まあ、25歳組はアテネ世代ですね、うん、岩政、中吾、青木、野沢、田代ってところがその次に控え、うん、でさらにその次の世代で興梠とか、まあ、遠藤、増田、船山、内田とかっていう世代がさらにその次来てるから、うん、まあここはっていうところですよね。そうね、うん、佐々木龍太選手もいるんですね、ここにね。内田と同期なんですね。トーマ選手もそうですか。そうですね、うん、内田佐々木はまあ87の早生まれ組なんで、88にちょっとね書いてあるってのもありますけど、うんうんうん、なるほど。そうですね、遠藤選手も若き時の、そうですね。だからマルキーニョス、柳沢、田代で行って、今度は興梠が来てるから、今度は田代、興梠に変わっていって、はい、うん、その次は今度興梠と誰かを組ませようってので、後々出てくるのが大迫優也ってことになりますよね。うわー、そうか、まあ、なるほど。ぴったりうまく流れてってますよね。はい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 。で今度は小笠原と、まあ柳沢は海外行っても戻ってきて、だからその経験を今度は若手たちに伝えていく番になったわけですが、柳沢はね、まだまだそのプレイヤーでいたい、いわゆる出場時間をもっと確保したいってので京都行っちゃいましたけど、はいはい、まあ、今度だから小笠原というもう一つの大きな柱が、まあ、特にね攻撃的ミッドフィルダーやってたところから徐々にちょっと一列後ろにもなってくるようになって、一つの幹としてもうドーンと、ここにね、置かれることによって、徐々にいろんな攻撃的な選手がより活性化されて生きるようになってきて、ね、それで、まあ、だ、小屋野だったり遠藤だったりが出てきたりだとか、うん、あとはもうね、もう今日は何回も話してるけど、内田篤人っていう、まあ、次がもういるのももう分かってるわけですからはいはいはい、うん、すごいな、うまいことやるよね本当って。ミリさんもおっしゃってますけど、ずっと強いですもんね、この後もね。弱かった時ないですもんね、この後は。もうだからこう間違いないのがやっぱりスカウティングで、はい、さっき2枚岩みたいな話しましたけど、はいはい、あの大岩がいて、うん、その次にパワーヘッダー枠で考えても、秋田さんがいて、うん、大岩さんがいて、で、ね、岩政さんがいて、うん、でその次にだから今度庄司源がやってくるじゃないですか。はい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 。だ年齢差的にも同じような感じですよね、うん、でやってきて、いや確かに、はい、でその後に今度上田がやってきて、で今の関川までつながっていくわけですよだからうまいこと言う人がね、よく同じミュージカルをキャスト変えてやってんだっつってね、うん、だからキャスティングもしやすいと、あの役はあいつだなっつって、ね、秋田の役は大岩だな、大岩の役は岩政だなみたいなね。そうなんですよ、ね、で関川までつながってるわけでしょ。そうなんですよ、それも見たいね、その配役も見たことだもんね。うん、だからそう考えてくると、やっぱり79年世代だとか、あとその後にやってくるあのプラチナ世代ですね、いわゆる土井柴崎、庄司あたりの世代とかもそうですけど、でその後がやっぱり01につながってくるんですよ、最終的に。だから本山役が松村になるし、松村雄太になるし、あとは小笠原役として荒木亮太郎になってくるしっていうところですよね、全体的に。はあ、はあ、はあ、うん、面白い。
面白いですマルね。キーニオ連々とスこうつが、ながっていく。マルキーニオスがチェイシングして小笠原がパスコースカットして大岩が高かった。当時の鹿島が盤石でした。ああ、そうん。う。間違いない面ね。白い。はあ、はあ、面白い。はあ、面白い。面白っす。面面白白す。すですね。そういう感じになってくるわけです。まあ先にちょっとね、ちらっといろいろ言ってしまえば、まあ、この翌年08になってくると、今度は中田浩二も帰ってきます。はい、そうか、帰ってくる。バーゼル？バーはい、ゼルだっけ？そうですね。海外から帰ってくるよというところもありますし、あとは井ノ鹿原島っ正彦なて、んていう、はい、出てった人がまた帰ってきますよね、偉いもんで。すだごかいっらすよね、そうそれが。いうチームなんだよね。うん、そうなの。で、帰っ今度、て井きノた原くな正る。彦なんていう存在が入ってきて、ただ、よく、だから、井ノ原正彦はいわゆる中田浩二枠でもありますよね。全部できるというか、なるほどね。後ろの方全部できる。で、空中戦じゃなくて、基本的には地上戦枠ってのが、出てくるよと。で、さらに今度、0級になってくると、やっぱりその岩政と井ノ原っていう体制になって、サイドはもう洗えば内田っていうのは変わらないし、中盤の構成とも基本変わらないけど、大迫勇也ってのが0級になると入ってくるんですよね。で、翌年くらいに今度また柴崎岳とかになってくるけど、それはもうまた次のお話なので、はい、っていう感じでございました。いやー、このあと、次もその次も優勝するわけですもんね。そうですもうね。堀先生、話しちゃったから、もう来年と再来年の話もないんじゃないですか、これ。あります？ありますよ。あるんですよね。あまるた違っよ。たデータだから、比較してまた明日は楽しめるということなんですね。そうなんです。そうなので、皆か。さんまたお楽しみにいただければと思わいかまりす。ました。僕なんか鹿島お仕事で行かしてもらった時に、そのトロフィーが全部飾ってあるホールに通してもらったんですよ。すごいいっぱいあるわけじゃないですか、要は。十何巻持ってるでしょ。今20巻ぐらいありますいからね、今ね。やー、すごいこってすな。すなるごほいこっど。てすあのわ。重みが響いてきましたな。なるほどでさあな。横浜 FC リードに心臓が止まりそうになったハーフタイム。まだそれ言ってんの？ そんな2007年でございました。でいした。やー、先生今日も面白あかっりがた。とうございまあしりがとうごた。ざいました。いや、このなんか振り返り期間僕好きなんですけど、面ありがとうご白い。ざいます。ありがとうございます。明日は当然2007年の、2008年28の年のという鹿こ島アとですントね。ラー鹿ズと、島アントラーはい、ズ。また勝いうこちとになっりた。ますどんね。な優勝の仕方でしたっけ？ね。ちょっと思い出せませんが、優勝したんですね。はい、そうです、そうです、そうなんでございます。ということでございます。先生、ありがとうありがとうございましございました。いやー、じゃあちょっとアフターた。トークして終わりましょうか。お知らせその他もね、ございましたら。そうですね。じゃあ僕は明日のお知らいせちょっとや作っちゃいますんでね。ちょっー、とおあ待りちくがださとうごい。ざいます。いやー、皆さん今日もありがとうございました。でね、明日が08やって、で、09に関しては月曜日に、次やる予定にはなっておりますので、引き続き皆さんよろしくお願いしますと。あと、またね、今朝とかも出ましたけど、ライブ配信がなかった日の翌日には、基本的に動画がまたね、2本ぐらい出たりするし、ライブ配信ある日だったら動画が1本出ると思うので、朝にもね、動画これからもどんどん出していきますから、そちらも合わせてよろしくお願いしまこす。の前に撮っちゃってるんですよね。そうね、あるんですよ。電話でで、おね。そらく、そうね。で、ゴールデンウィーク中からね、この間からもずっと言ってますけど、全チーム分のこの台所事情をやっていこうと思って、その収録も始める予定なのそれで。はすごい。全チーム分のこの台所事情ヒストリーでしょ？そうです。すごいよね。ちゃんと93年なら93年の、例えば清水エスパルスとか、で、1本で行くし、で、なるほ98ど。年の、98年のアビスパ福岡編とか、そんな感じでこう1本ずつ全部やっていくか素ら、晴らしい。皆さん、なかなか今、もしかしたら人によってはこう出勤する時間がないっていうか、リモートになっちゃってる人もいると思いますけど、その人にとっても、お手洗いでも見れるぐらいの分量でやっていきたいと思いますので、なるほどサクッね。とこうね、いいと思い3ます。分ぐらいでポッても。
のりひさ三井さん、ありがとうございます。ありがとうございます、うん、そうですか、うん、うん、なんでよろしくお願いします。いやありがとうございます。はい、ということで、今日はこの後はね、12時からジェイサポ対抗リモートリーグの方で、ね、やらせていただきたいと思ってます。挑戦を待っている。はい。まずあれですよ。皆さんあれ気にしてますよ。うん、体調大丈夫なのかっていうところ。あ、体調はねすごくいいんです。うん、うん、腰が、うんうん、腰が痛いだけです。体調悪いんじゃないか。同じ姿勢をとってるのがね、ちょっとシミュレーションの方やりすぎちゃってね。はいはいはい。そうなんです。シミュレーションも10節まで終わったらですね。先生と一緒に1試合1試合実況解説できたらと思ってますよね。それは後で編集して。あ、10節も11節からは参加なんですよ僕。もちろんです。1試合1試合生配信でわーわー言いながらやってね、それを後でまた、はいはい、ダイジェストにできたら面白いのかなと、週末にできたらいいのかなと思いますし、あららら、あと僕もチームごとに再編集してもいいのかなと思ってます。あ、2、3、なるほどね。そうですね、いろいろ。なるほどだ。はい。今日は眠くないですか？はい、眠いです。眠いですけど。やります。ね、今日すでにね、マーさんはライブ配信をこれが4つ目になって、収録2、3本撮りましたからね。そんな大したこと言ってる、うん。はい。もうあれですよ、ゲームチャンネルの方も収益化してますのでね、スパチャもできますから。ありがとうございます。これはもうミルアカをね、支える柱の一つにね、なっていけばいいかと思ってますから、はい、おめでとうございます。やったやった、うん、ということで今日の、ね、対戦相手はスパチャをくれた方ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや違いはくじ引きですよ。くじ引きですよ。怒られちゃう。すっごいバッシング食らうでしょうね、いやでも、まあ、でもいいんじゃないですか。細川隆史も歌ってますからね、今夜の恋はタバコの先に火をつけてくれた人ってね、同じことですよね。ねえ。来たのーです。ええ、いやーいいな、そんなこと言ったらあれですよ、うん、来ますよ。じゃあスパチャ出すから一曲歌ってくれとか来るかもしれないですよ、うん、そしたら。先生、はい、5曲歌います。まず冗談ですけどもね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今後もね続けていくためにいろんなところで応援していただけると嬉しいと思いますね。はい、お願いします。よろしくお願いします。じゃあね、皆さんありがとうございました。明日は2008年の鹿島でございます。はい、そして23時から僕が生配信、24時からマーさんが生配信。うん、ああ、そうか、先生やるんだもんね。よろしくお願いします。はい、あ、ジャカルさんありがとうございます。ナイスパーです。最初の対戦相手は、最初の対戦相手はジャッカルヨッシーさんということに決まりましたので。嘘ですよ。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで先生ありがとうございました。ミルクサッカーアカデミー井上真理先生は、11時からはいはいでございます。じゃあ皆さんね、後ほどお会いしましょう。さよなら。さよなら。先生ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。